気持ちいいな。風が生ぬるい。こんにちは。今回の動画は今年初の峰山高原の方へ登っていきたいと思います。もうめちゃくちゃね、梅雨明けた途端暑いですねなのでね、この涼しい沢沿いの横を走りながら山の方上がっていきたいと思います。それでは最後までご視聴よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回の動画で小峰さんのグローブデビューしました。で今回履いてみました。でかなりね、柔らかいんでグリップもやっぱり握りやすいですね。風の方はね、一応ね、冬以外は3シーズン用なんで、こうやってね、掲げると風がスーッと入ってくれますが、普通にグリップ握ってたら、そんなに風が抜けてる感じはしないですけど、めちゃくちゃ蒸れるいう感じもないですね。まあ、いい感じだと思います。やったまあ、あとはこのどんだけ耐久性があるかですね。まあ、という履いてみて使用してみた感想でした、やっぱりねこの辺来たらねだいぶ涼しいですね。風が冷たくて気持ちがいいです。フロントフォークね、オイル交換、まあ、ちょいオーバーホールしてからかなりね走るのがね気持ちよくなりましたね。なのでね、まあオーバーホールした時の動画の言ってたようにちょっと長めの峠、峰山高原上がっていきたいと思います。さあ行くぞ。この辺に住んでる人はちょっと夏エアコンいらずですよね。多分めちゃくちゃ涼しいね。曲がりやすい。
峠ね、これコーナーがねめちゃくちゃきついんですよね。音だけですね。あー着きました。わーめちゃくちゃ涼しい。やっぱね連休だからこれね、いつも人いないけどすごい車の風やね。わーみんな来るとこ一緒ですね。いや山の上ほんま涼しいね。よいしょ。あれリフト動いとんかな。いやー風はねやっぱり山の上なんで涼しいですね。今回はここで一回切って、次回隣のとのみね高原の方へ、ここ横ねずーっとこの道、林道じゃないけどまあ山あいの道、細い道下っていきたいと思います。夏のねとのみね高原もススキは秋ですが、まあ緑いっぱいで多分綺麗と思うのでそっちの方行きたいと思います。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。